はい、どうも、ひやじです。どうも、おかみです。今日なんですけども、はい、何があるんですか、今日は。今日なんですけども、今後もしかしたら、エアジョーダン1汎用 G で、うん、ワットザが出るんじゃないかっていう情報が出てきてワットザ、いろんなパーツが組み合わされてるやつ、ね、そうですね、はい。はい。過去に発売されたエアジョーダン1汎用 G の、まあ、カラーを引用してですね、まあ、いろんなね、ものをこう組み合わせてるようなエアジョーダン1汎用 G が出るんじゃないかって話があるんで、うん、それちょっとやらせてもらいたいのと、あと今後発売予定でニューバランスの新作であったりとか、アシックスの新作が出てきてまして、うん、で、ピースマイナス1のね、3.0 のがこの間発売されたんですけど、少しだけちょっとね、情報が出てきてるんで、やりたいなと思ってるんですけど、はい。はい、このチャンネルではスニーカー、ファッションに関する情報や最新のニュース情報動画をさせるチャンネルとなっております。チャンネル登録のご存じでない方は、この回にチャンネル登録のよろしくお願いします。はい、我々ツイッターとインスタもやってますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になるところの方よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、じゃあ早速なんですけども、ナイキダンクローのアイボリーウルトラマンですね。あ、はい。こちらもね、8月の21日発売予定で、海外のスニーカー系サイトであったりとか、これ発売を紹介されてなんですけど、うん、これに関しては、まあ、今年発売されたというのが復刻された、うん、ナイキダンクローのウルトラマンありますよね。それに一部アイボリーのカラーを足したような、うん、まあ、モデルになっているんですよね、はい。はい。ちなみに、ナイキダンクローのウルトラマンが発売された時は、売り切れなかったんですよね、うん、はい。まあね、今年っぽいなっていうふうにめちゃくちゃ思ったんですけど、うん、はい、でそういった中、このね、そのウルトラマンにプラスアイボリーのカラーが足しているモデルが21日に海外で発売予定でできるんですけど、うん、調べたら国内に8月の21日の発売っていうのは出てきなかったですね。あ、そうなんですか。おそらく海外の方で発売されるのかなとちょっと思ったりするんですけど、はい、で続いてもまだナイキダンクローの話なんですよね。なんかリストックになるんですかね。そうなんですよね。ナイキダンクローのセラミックですね。そうなんですよ、はい。こっちの方がアグリーダックリングパックで復刻した、大体4年ぐらい前ですかね、これ復刻したの、うん、はい。まあリストックという形で今年来るんじゃないかって言ってたんですけど、発売がどうも近いみたいで海外のスニーカー系サイトに紹介されたんですよね、うん。ちなみにこれはフィアレス持ってるんですよ。本当本当。そうなんですよ、はい。まあ、このモデルの方がこれ結構前にリストック来るらしいっていう話を3月か4月ぐらいにしてたと思うんですけど、うん、僕忘れてたんですよね。これようやく発売といいますか、リストック来るということで、まあ秋らしいカラーでもあるんで、うん、まあこの季節までちょっとリストック渋ってたのかなと思ったりしたんですけど、はい、はい。で続いてなんですけど、ピースマイナス1とナイキエアフォース1のパラノイズ 3.0 ですね。あ、そうなんですよ、はい。この間ね、韓国の方で、まあこれ後で教えてもらった話になるんですけど、うん、ピースマイナス1のサイトの方で、まあ、ゲリラ発売がありまして、で僕はそのね、ゲリラ発売あった時にサイトに全然つながらなかったっていう話をしてたんですよね、うん、はあ。でその際に、まあ、サイトにつながった方が、まあ、こんな感じでしたよっていうふうに、まあ、情報をくれてまして、その後の僕らの動画の方でもやってるんですけど、うん、で今回出てきてる情報っていうのは一応これ9月発売予定で、持ってらっしゃる方の投稿でちょっと改めて分かった話があるんですけど、うん、見てもらうとこれね、シューレースの上にカバーのようなデザインが新たに付け加えられてるんですよ。なんかあのコンドバーについてたようなやつですね。近藤1のあの感じが、まあ、今回これちょっとチャックとかあのジップがついてるんですけど、うん、ジップのついたデザインがこのシューレースの上にこうつけるようなギミックに取り外しできると思うんですけど、うん、今回こういったものがおそらくついてると思うんですけど出てきてるんですよね。はあ、でこれ見た時に思ったのが、まあ、この最初に言ったファーストのカラーに数種のカラー変わってるだけではあるんですけど、これフィアレスファーストカラー持ってて、うん、めちゃめちゃかっこよかったんで、うん、はい。まあ、この 3.0 に関しても、おそらく来月に幅広い発売があるんじゃないかっていう情報があったんで、まあ、発売されたら狙いたいのと、あと、この今回韓国に住んでらっしゃる方でコメントいただいてるんですけど、変えてらっしゃる方いてあるんですよね。はい。28行けましたっていうふうに変えてらっしゃいまして、で、今なんか配送中っていうことらしいんですよね。はい。まあね、届くの羨ましいなと思ってるんですけど、そうですね。配送中ってことはね、この夏中、この8月中におそらくゲットできると思うんで、これ発売9月に次になってるんで、まあ、先行者的にやると羨ましいなっていう感じなんですけど。そうですね。はい。はい、で、続いてなんですけど、ナイキガとホワイトガムですか、はい、はい。こちらの方が、ナイキの方から交渉者ができまして、発売が近いんじゃないかって言われてるんですけど、うん、ちなみにこのナイキのガトーっていうのは、まあ、フットサル用のシューズと言いますか、はいはい、室内サッカー用のシューズということで過去に発売されてるんですけど、あのサッカーのカモとかに行くとこのガトー売ってるんですよね、うん、はい。で僕何がいいかと思ったかと言いますと、まずホワイトのカラーでこれ、ガムソールになってるんですよね、はい。で使われてる素材っていうのがタンブルとキャンバス素材で構成されてるんですけど、ほぼホワイトのカラーにすることによってスッシュのマークとか全然目立たないんですよね、これ、うん、その感じもいいなと思ったんですよね。
はい、あ、別角度が撮ってる写真とか見てもらうと、これ離れて見たらナイキの靴にちょっと見えないのが逆に面白いなと思ったんで、ちょっと普段履きで欲しいなと思ったんですけど、これ値段が110ドルなんですよね。なるほど、はい、国内でもし発売された時に9800円ぐらいで発売されたら買おうかなって思ったっていう、そんな話なんですよ。なるほど、そうなんです。ナイキガトーって言われる、まあ過去に買ったことないんですけど、このホワイトのモデルがちょっとすごくいいなと思ったんで、まあ、紹介させてもらったっていう感じなんですけど、はいはい、続いてなんですけど、はい、ニューバランス 991V2 のメイドイン UK でパインコーンです ね、 そうですね。こちらの方がまた発売はまだ分かってないと思います。そうなんですよ、はい、2024年発売ということで、うん、今年、ニューバランスの991のこのメイドイン UK の V2 ラインの新色が結構出てきてるんですけど、はい、まあ冬らしいというか、冬に使っていただけそうなカラーなんで、そうですね、はい、パインコーンっていうのは一応日本語にすると松ぼっくりで書いてあるんですよね、はい、うん、まあ、その松ぼっくりのカラー落とし込まれているようなブラウンのカラーが使われている一足なんですけど、まあ、このサイドソールの部分がセールのカラーになっているんで、ボディのブラウンのカラーとすごくマッチしてるかなと思ったりもしてて、でニューバランスのね、まあ、ロゴのマークの部分のカラーがシルバーのカラーになっているんですけど、以前に V1 の V2 ラインでコンブっていうね、通称名前付けモデル紹介したんですけど、それグリーンのカラーだったんですよね。でそれもこの秋冬に発売されるモデルなんですけど、はい、まあ、それもカラー違いといいますか、おそらく同じ時期に出るんじゃないかなと思うんですけど、このブラウンのカラーが使われているモデルが出てきているということで、まあね、ブラックの格好にすごく合いそうな、まあ、いそうかなと思うんですけど。で続いてなんですよ、ニューバランスの 1906R、ブラックとシルバーのカラーが使われている、これもね、秋冬のモデルということで紹介されてたんですけど、涼しくなってくる時期に使っていただけそうなカラーリングっていうのを書いてたんですけど、ただ 1K06R って前に見てて、メッシュが結構ね、大きめに上げたりとかしてるんで、風の通気性がすごくいいんですよね。あ、で、これカラーリングは一応ね、秋冬っぽいって書いてたんですけど、通気性がエグいんで、秋冬に履くと若干寒いんじゃないかなと思ったりするんですけど、1906R って結構人気で、最近以内に発売されても結構お店によってはなくなったりしてるんですよ、これね。1906R に関してはキスとのコラボを持ってるんですけど、それ以降、1906R というのは買ってなくて、まあ余談なんですけど、この1906を使って、L の名前が付いてるローファーって言われるモデルが、まあ、今後発売されるんですけど、あ、まあ、その1906の派生のモデルでローファーが控えている中、1906R の秋冬モデルの、まあ、新作が出てきたということで紹介されてもらったんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、キコーコスタディノフと、はい、アシックスの UB9 ですかね、はいはい、でこれカヤのトレンティーって書いてるんですけど、うん、カヤの20の、まあ、コラボでこういった2色発売みたいで、1つがレッドのようなカラーで、もう1つはイエローのようなカラーが使われているモデルが発売日に出てきてるんですけど、うん、まあ、キコとアシックスのコラボっていうのは、まあ、ずっと続いてて、ではノバリスっていうね、ラインまで作ってしまっているんですけど、このキコとのコラボでカヤの20の、コラボが出てきて、これサイズから出てきてる写真になるんですけど、パッて見た時に思ったのが、これサイズとのコラボじゃないんですけど、サイズからニューバランスとのコラボでベーコンって言われる560の V2 っていうものが発売されるんですけど、そのベーコンの感じが今回このキコとアシックスのコラボのこのレッドのカラーなんか似てるようなって思ったって話なんですけど、まあ、このカヤの20に関してはほぼほぼメッシュちゃうんかっていうぐらい、このアシックスのサイドの、ブランドのマーク以外の部分が、まあ、メッシュだらけで、この通気性すごく安そうだなと思ったんですけど、はい、まあ、このレッドのカラーとイエローのカラーを買うのであれば、僕はこの最初に紹介したレッドのカラーの方が、まあ、気になるかなっていう感じなんですけど、はい、はい、で続いてなんですけど、ナイキエアマックス95のブラックハイパークリムゾンですか。はい、こちらは JD スポーツの方が出てきている製品ショットで、今後発売予定に出てきているんですけど、来年期の AMAX95 が30周年を迎える中ですね、まあ、今年ね、まあ、前哨戦じゃないですけど、ポロポロなんかインラインカラー出てきてるんですよね。グレーのカラーとブラックのカラーが使われてて、差し色にちょっとオレンジのカラーが使われてるような、まあ、AMAX95 が発売日に出てきてるんですけど、で年内に AMAX95 がコラボでないモデルでこういった部分に発売控えてるっていう投稿があったんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、2024年中に発売される AirMax95 のまとめてきたのがあったんで、もうずらっと並んでると思うんですが、一番ね、左上の端の見てもらうと、あの、イエローグラデのデザインで、ブルーグラデのデザインは少し違うんですけど、バルティックブルーっていわれるモデルであったりとか控えてて、で、下の方に映ってるモデルに関しては、ほぼタンブルレザーで構成されているような、AirMax95 が映ってるんですよ。AirMax95 っていうのは、まあ先ほど言ったんですけど、
来年が30周年に当たるんで、まあ、僕ら的にはビッグバブルのねイエローグラデが欲しいなと思っているんですけど、でそれ以外に95年以降に発売された、まあ、ブルーグラデであったりとかレッドグラデのビッグバブルっていうモデルが発売されている情報があるんで、まあ、それも発売されたら狙いたいなと思ってるんですけど、はい、で続いてなんですけど、トラビスコットとナイキリールドジャックスですね、はいはい、こちらの方が年内発売予定ということで、うん、ホワイトチョコレートっていうモデルを持ってらっしゃる方のね、いろんな角度が分かりやすい写真ができるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まあね、クール状のメッシュのデザインで、これスエードになってると思うんですけど、それとホワイトのカラーの、このアッパーの部分はスムースレザーになってて、でこれベルクロになってるんですよね。で、シューターの部分のシューターの短絡見てもらうと、端にカクタスジャックっていう風にこれ刺繍になってるんですよ、うん、次発売されるのが前回 US のスニーカーズの方で突如発売されたセールのモデルがあったんですけど、うん、フィールドジャックスに関してはセールのモデルが発売された後、このね、ホワイトチョコレートの方が発売控えてるんですけど、まあ、僕的にはその前に発売されたビデオ発売されたセールのモデルが気になるんで、おそらく来月か再来月ぐらい日本スニーカーズ来るんじゃないかなと思ってるんで、それちょっと狙いたいなと思って、はい、なんか結構トラビスコットって延期になりましたよね。あ、そうなんですよね、はい、まあ少しだけ延期になったモデルもあれば、うん、今年のホリデーシーズンから来年の夏に延期になったモデルもあるんですよね。そうなんですね、はい、ジャンプマンジャックシリーズのテールのカラーと黄緑のカラーが使われるモデルがあるんですけど、それがもう半年ぐらい伸びたみたいな感じなんですよ、ね、はいはい、そうなんですよ、はい、でまあ、ダークモカのジャンプマンジャックシリーズに関しては1ヶ月ちょっと延期になって、で、まあ、来月でいうと、もともと9月の9日にエアジョーダン1のトラビス・スコットのコラボのミディアムオリーブの発売があったんですけど、一応9月の28日に延期になったって情報があったんですよね。そうなんですよ、そんな中、はい、新しい話も出てくるんですよね。そうなんですよね、はい、まあ、このヒードジャックスっていわれるナイキとのコラボでベルクロが使われているモデルなんですけど、うん、はい、続いてなんですが、エアジョーダン1廃用時のこちらウィメンズになるんですけども、はい、サテンシャード毎年出てるサテンものですよ ね、 すね、はい、10月の24日発売予定なんです、ね、そうなんですよ、はい、しかもウィメンズなんですよね、うん、はい、まあ、去年ブレッドのサテンが発売されたんですけど、今年はウィメンズのモデルでシャドウなんですよね、はい、ちゃんと普通にねレザーのフルビルドで出してほしいなと思ったりするんですけど、うん、まあ、サテンの素材が使われてる1985年の OG のモデルのまあ、カラーで、まあ、これシャドウなんですけど、うん、ああ、まあ、こちらの持ってらっしゃる方がこうちょっとなんか段ボールからちょっと引っ張り出してるような、まあ、写真があったんでちょっと見てもらえないんですけど、うん、まあ、僕ら的にはねいつか、85シリーズでエアジョーダン1ハイ85のシャドウの方を、まあ、復刻してほしいなと思うんですけど、うん、ああ、まあ、そういった中ねこういったウィメンズの、まあ、サテンのね生地が使われているモデルが、しかも大体ちょっと秋ぐらいに発売されるんですよね、うん、そうなんですよ、サテンが使われているエアジョーダン1ハイに関しては、はい、では概念で言うとシャドウの話で、エアジョーダン1ハイ85のリバースシャドウっていうのは控えてるんですよ、ね、あ、そうですね、そうなの、夏頃リリースされるんじゃないかって言われてるんですけど、あ、全然物も出てきてなくて、値段の方も250ドルになるかどうか分かんないんですけど、その前にリバースシャドウの前に発売されるエアジョーダン1ハイ85のブレッドが250ドルに値上げになったんで、おそらくそれ以降に発売される85シリーズも50ドル値上げになるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、本題なんですけど、エアジョーダン1廃用時の話の流れで、僕がよく見てリーカーカウントサイトの方が何か質問あるっていうのもあって、で、今後エアジョーダン1廃用時で AJ1 でワットザが出ますかっていうあの質問があったんですよね、はいはい、あ、でそれに対して一応イエス的な感じで答えてるんで、うん、今後ワットザでエアジョーダン1廃用時がそうだなっていう話があったんでちょっとやっててもらいたいんですけど、うん、で過去にこれ見てもらいたいんですけど、2016年に、まあ、ワットザといいますかエアジョーダン1ハイ OG で3色だけカラーを使ったトップ3っていうモデルが発売されてるんですよね、はいはい、あ、でそれっていうのは、エアジョーダン1ハイ OG でいうとシカゴであったりとかブレッドであったりとかロイヤルのカラーを組み合わせて作られた、まあ、このトップ3っていう通称の名前ついてるエアジョーダン1ハイ OG が発売されてるんですよね、はい、まあ、もうこの時点で結構かっこいいなと思ったりするんですけど、でこれ最近いくらで取引されてるのかなと思ってニュースの方を見てたら大体5万円ぐらいでまだ買えるんですよね。まだそんな、そうなの、8年経ってんすけど、うん、そんなめっちゃ値段が上がってるわけじゃない、そうなんです、なんか突き上げていってるわけじゃないんやなと思ったっていうのが、まあ、びっくりやったんで、もっといってるかなと思ってたんですけど、うん、これね、スニーカーの方を見てもね、
新品4万8000円ぐらい確か取引されてたんで、まあ大体5万円ぐらいかなっていう感じなんですけど、でここ最近の話で言うと発売はされてないんですけど、マイアミのスニーカーブティックであるソウルフライの方が過去にジョーダンブランドとコラボしたパーツを用いて、こういったエアジョーダンアローの OG のソウルフライのワットザっていうのがサンプルでできたんですよね。あ、でこれは発売されてなくて、まあ、今後一応発売があるんじゃないかって言ってるところもあったんですけど、情報は全然更新されてないんですよね。あ、でそういった中、まあ、さっきの話に戻るんですけど、アリーカアカウントサイトの方が今後出るかもしれないということで言ってて、でね、ちょっと今見てもらっているこのモック画像っていうのは2016年に作成されたモック画像をちょっと使って説明されてもらいたいんですけど、はい、まあ、過去のエアジョーダン1汎用G のモデルを組み合わせて作ってるこのモック画像を、まあ、ちょっと8年前のやつになるんですけど、作成されたのが、これに関しては1985年と1986年のモデルだけで作ってるんじゃなくて、はい、まあ、このモック画像ではあくまでも、まあ、2016年に作られたモック画像で、これでね発売されてないんですよね。はい、でこの後発売されたのは当時さっきも説明されてもらったエアジョーダン1汎用 G のトップ3が発売されまして、今見てもらっている2016年に作られたモック画像のデザインであったりとか、エアジョーダン1のワットザっていうのは出てないんですよね。一般リリースっていうものはなかったんですけど、でもし今後一般リリースがあるとしたらあくまで予想なんですけど、まあ最近2025年にナイキが結構仕掛けてきてるんですよね。話題を作るためじゃないですけど、過去に発売されたもう今後リストックであったりとか復刻がないかなと思ってたようなモデルを来年一気にちょっと、ね、発売するっていう情報が結構出てきてるんですよね。はい、まあナイキのまあね、まあ人気を取り戻したいのかなと思ったりはするんですけど、でそれ以外に来年っていうのはエアジョーダン1が生誕40周年に当たるんですよね、1985年から。なんで、まあ、いろんな、まあ、さっきも言ったんですけど、85の、まあ、ブレッドであったりとか、その85シリーズが、まあ、お祝いなのか分かんないんですけど、1年2足しか出ないのが、もう1足汎用モデルが出たりとか、で、ユニオンとエアジョーダン1汎用 G の、まあ、コラボで、2018年のモデルの、まあ、続編のような感じの作りが出るんじゃないかって話があるんですよね。で、そういうのを考えると、まあ、ちょっと来年来てもいいかなと思ったりするんですけど、そういった詳しい情報っていうのはまだ出てきてないんですよね。うん、で、欲を出して言うと、1985年と1986年のオリジナルのカラーを組み合わせて作ってほしいなと思ってるんですけど、はい、今映っているのはまあ当時のね、シカゴブレッドであったりとか、ブラックトゥーであったりとか、まあ、その他ケンタッキーであったりとか、UMC であったりとか、シャドウとか映ってると思うんですけど、まあ、パンダであったりとかね、映ってるんですけど、その85年と86年の、まあ、なんですかね、縛りでワットザ出てほしいなと思ってるんですけど、これはあくまでもファンタジーの話をしてるだけであって、そういった情報っていうのはまだ詳しくは出てきてないんですよね。はい、ただ今後、エアジョーダン1汎用 G でエアジョーダン1ワットザっていうのが出るっていうのは、おそらくありそうなんですよね。まあ、いつ出るかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ来年だったらさっきも言ったように、割とちょっとナイキが盛り上げてきてるのと、エアジョーダン1ハイが、まあ、生誕40周年もあるので、はい、まあ、あり得るかなと思ったりするんですけど、まあ、そんな情報はまだないんですよね。はい、まあ来年ね、なんか25年は、まあ、エアジョーダン1が40周年で、はい、エアマックス95が30周年で、あ、そうなんですね、ちょうど重なってるんですよね。はい、なんでまあいろいろ仕掛けてくるんかなと思うんですけど、はい、乱発して盛り上がるんですかね、どうなんですか、どうなんですかね、なんか記念があるような一足を作ってほしいですけどね、はい、まあ、本当に好きな方は絶対買うと思うんですけど、うん、まあ、カジュアルにあこれいいやんとかって言ってで、2019年か2020年ぐらいのように、まあ、転売目的の方もいたと思うんですけど、うん、まあ、盛り上がるかどうかっていうのはちょっとわかんないですよね。そうなんですよ。はい。ただ、僕最近結構アシックスも買いまくってるんで、2025年とか2026年ぐらいになってくると、若干飽きるかもしれないですね、アシックスにね。ああ、まだ次ナイキに、はい。で、まだもしかしたら気持ちがね、まあ、よりナイキの方に戻ってきてるのかなと思ったりするんですけど、ね、ブーツとかに行ってるかもしれない。ああ、そうですよね。まあ過去の例で言うと、2000年以降にナイキの靴あの買わなくなってどうしたかって言ったら、もう僕ね、先ほど言ったようにブーツに行ってたんで、ね、そうですよね。そうなんで、その期間むっちゃ長かったんで、そうなん、単靴のなんかね、イタリアのなんかでイタリアとかしたり行ったりとかしてたんで、そうなんですよね。まあ、こればかりは分かんないんですけど、まあ、2025年にね、割とナイキは仕上げてきてるんで、まあ、来年面白いんじゃないかなと思ったりするんですけど、そうね、もうどうせならエアジョーダン1とエアマックス95を掛け合わせて、はい、なんかエアマックス95シカゴとか出したいんじゃないですか。
かんないです。まあ、出たら出たで買ってそうな、ね、気がするんですけどね。そうなんですよね。はい、まあ、的座に関してはね、なんすかね、ちょっとコレクターズアイテムじゃないですけど、だって1985年、86年のオリジナルモデルをこうね、かけられるようなパーツをね、使ってるエアジョーダン1汎用 G って、なんか元着たいなと思ったりするんで、そうですね。まだそれまで情報が出しないでやりたいなと思ってるんですけど、はい。まだ来年向けて情報何か出てきましたら、こちら紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヘアレスでした。はい、でした。さよなら。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing visions I had At Parker's can't listen but finish what I